年も茶店をしていて、こんなことは初めてだった。木枯らしが吹き募って、茶店脇の大欅の紅葉がすっかり散り落ちた夕暮れ、その旅の女客は風に追われるように東海道二つ屋の方角から来て、崩れるように軒先の縁台に腰を下ろした。おいでなさいましな。そろそろ店をしまおうかと思っていたおすみは、かまどの前から立ち上がって急いで店に出た。この季節になると江ノ島詣でと大山詣での客は年の暮れまで急に少なくなる。待ちねえな。伊助のかすれた声がした。この雪だ、今からじゃ旅籠もあるめえ、軌道も閉まってます。でも帰ります。背を向けたままのお杉へ伊助は言った。お杉さんと言ったね。無理には引き止めねえが、もう少しお菊のことを話しておくんなせえな。光沢も見事な手文庫つづらを胸に抱くと、竹林に吹く風の匂いがして、中で鬼ぐるみが2つ、硬い小さな音で触れ合いながら転げる音がした。伊助のあの棚心の中で鳴っていた。